皆さんこんにちは、田中恵美です。今日紹介するカップ麺は三洋食品金福監修明太豚骨味ラーメンです。金福博多からし明太子を使用したパウダーの旨味、ごま油香る風味豊かな明太豚骨味スープ。金福は福岡県福岡市東区に本社を置くからし明太子の製造販売を行う企業。博多で50年続く変わらぬ味を誇る同社は、良質の原卵にこだわり全て天然。明太子の美味しさ、質の高さへのこだわりを大切に、博多土産といえば金福の明太子と全国で人気を集めています。今日紹介する明太豚骨味ラーメンは、金福監修のもとピリッとした辛さと旨味のある金福博多からし明太子をスープに使用した明太豚骨味のラーメンです。商品特徴、麺、細麺ながらもハリと歯切れの良い食感が特徴の麺です。スープ、ポークエキスに金福博多からし明太子を使用したパウダーの旨味とピリッとした辛みを合わせました。ごま油が香る風味豊かな明太豚骨味スープです。具材、金福明太子を使用した明太子味付けそぼろ、いりごま、きくらげ、ネギの組み合わせです。食べてみた感想、スープは乳白色のまったりとした豚骨味、後入れオイルを加えたことでほんのりとバター風味も香ります。麺はすすりやすい細麺、スープによく馴染んで旨味が伝わってきます。明太子そぼろは小さいながらもしっかりと辛みが感じられました。全体的には典型的な豚骨風味でまとまっていますが、決してこってりすぎることはなく、むしろさっぱりとした感じですね。明太子そぼろのピリッとしたアクセントのせいか、しつこさはありませんでした。金福さんの素材にこだわり抜いて作られた美味しい明太子。その味を存分にインスタントで手軽に味わえる豚骨ラーメン。これはおすすめの一杯です。金福博多からし明太子を使用したパウダーの旨味、ごま油香る風味豊かな明太豚骨味スープ。本日は三洋食品金福監修明太豚骨味ラーメンを紹介しました。田中えみりでした。